皆さんこんにちは。今回もですね、はい、スプラックスフライングサッカーのショップルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して、たった一度キリンのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。はい。カードルのセンターフォワード、スピードとフットワークに優れているというね、スピードタイプの選手で、はい、ルカクがいますね。ベルギーの、まあ、言わずと知れたね、選手ですね。コンタクトプレーと、ジャンプ力が高めに設定されてますね。あと、スピードもあると。動き出しはないですね。はい、ボールタッチもいまいちということでね、ルカクタイプの、フォワードですね、当然。そうですね。はい、復帰とかと比べると、ジャンプ力とね、スピードが高めに設定されてるっていうのがね、大きな違いですね。はい、で、韓国の選手、オスカル、ブラジルのね、はい、攻撃的なミッドフィルターですね。で、韓国の選手、はい、ドイツのギュンドアンですね。イングランドのセンターバック、フィル・ジョーンズ、イングランドの選手、ジョン・ヘンダーソン、イングランドの選手がだいぶね固まってますんで、グロス・クロイツですね、ドイツの選手ですね。はい、グロス・クロイツ。はい、で、エクアドルのキーパーが入ってますね。で、はい、控えが同案率、キンテロ・コロンビアの、ハメス・ロドレスゲスに次ぐ若手のですね、キック力と非常にね、体格のいい選手ですね。はい、で、エクアドルのセンターバックに、チリの、サイドバックフットワークとコンタクトプレーに優れていると。はい。まあ、まずはね、同案を入れますか。あ、そうですね、エクアドルの、そうか。グロス・クロイツね。はい、キンテロもね、当然使っていきたいですね。で、オスカルもいると。まあ、この辺は使えますね。はい、で、キンテロ入れて、こんな感じですかね、やるとしたら。まあ、ここね、こういう風にできますね。はい、悪くないと思いますね。ジョン・ヘンダーソンと、フェル・ジョーンズ、イングランドのコンビネーションで。最終ライン守ってキソン4とギュンドアンで、オスカルとドアンリスが攻撃的に入って、ちょっとねウィングが弱いですね、これ。はい、それが一つのポイントですね。ルカクに対してキンテロをシャドウでつけるという、この二人のねコンビネーションはワールドクラスだと思います。はい相手はウルガイと、はい、強豪ですね。ウルガイね、スアレス、カバーニとで、ゴディン、ヒメネスと、いうことでね、ちょっと中央にねやっぱり力がねありますね。はい、綺麗に崩しましたけど、シュートは阻まれると。はい、キンテロね、おーっとシュート強いんでね。はい、サイドに展開して、シュートまで行ってますね。で、堂安律のシュート、はい、堂安ここにいますね。で、オスカルの、はい、ミドルシュートはキャッチングと。今のところね、ウルグアイのキーパーが当たってるっていう感じですかね。はい、グロス・クロイツからルカクのシュートリッテンですね。はい、ルカクね、強烈なキックを持ってますね、今。ダイレクトで、決めましたね。はい、まだね、ゴディン・ヒメネス、カバーニ・サウスとどっちもね、力を出していないんで、相当ね、シャッフルのペースですね。はい、ドアンがプレッシングいきます。はい、この辺が怖いところですけど、はい、ドアンがプレス。はい、これでギュンドアンがボールカットしましたね。ここにはスペースありますね。で、はい、わー、ちょっと危ない。はい。わー、ダメですね。はい。ちょっと組み立てがね、漫然としてますね。うん。はい、キソン4が、ボールカットして、サイド展開してね。こっちですね。右から攻めたいですけど、はい。はい、グロス・クロイツのヘディングですね。うん。はい、サイド使いますね。いや、やばい。ササミス。はい、フィル・ジョーンズが行くと。頼む。はい、ドアン・リツがプレッシング行きます。ちょっとボールの取りどころがね、はっきりしてないのが、不満ですけど。まあ、それだけね、はい、ウルグアイがしっかりと、キープしちゃってるっていうことですね。中盤に枚数足したいな、これ。まあ、オスカル下げる手もありますね、これ。どうしようかな、でも。はい、ね、この、ウルグアイね、この辺がね、大きなポイントになる。グロス・クロイツとエクアドルの選手が大きなね、ポイントになると思うんですけど、そこでね、ボールキープできてないんで、ちょっとね、はい。
不満な内容ですね。はい、ベンタンクールから、はい、ギュンダンがボールカットして、はい、ここね、はい、ここにスペースありますね。これをうまく使いたいですね。これで、はい、そうですね、中盤をかわしてここまでいければ、うん、ただね、やっぱり最後のところをね、しっかり、ゴディ・ヒメレスが守ってくるんで、中盤で崩してもね、簡単ではないですね。はい、今ね、悪くない形ですけど、はい、はい、サイド使って、はい、ルカクのヘディングですね。まあ形は非常にいいですね。ルカクならね、ゴディにもヘディングで負けないんでね。はい、このスペース、えい、あー、頼む、はい、ギュンダンがかかった、はい、そうですね、はい、こういう使い方したいですね。いやー、今ドアンね、サイドを走ってほしいですね。はい、スアレスに対してプレッシングいきます。で、ジョン・ヘンダーソンが行くと、はい、フィル・ジョーンズが奪って、くさびをね、トレーラーに奪われるというね、ダメなパターンですね。はい、このね、トレーラーも要注意の選手でね、真ん中に縦に入るボールね、的確にカットしてくるんで、はい、ただルカクに放り込んでシュートまで行ってます。いや、ダメだ、危ない、うん、はい、カットして、もう一回ね、はい、ルカクのシュートでなんとか1点ですね。いやー、ちょっとね、ダメですね、やっぱり。まあ、こんなんないか。ね、プレッシングラインがね、ちょっと悪いですね。だから、こういうことですか。多分ね、こっちの方がね、機能すると思う。ここでフィルターね、かけるってことですね。真ん中でちょっとボールキープされちゃってるんでね、ウルグアイ、真ん中にね、舵をかけてくるフォーメーションなんで、センターミッドフィルダーでライン作って、そこでね、ボールを取る方が、よかったですね。ちょっともうね、遅い感じですけどね、今されても。はい。まあ、こんな感じで、大処刑ですけど、まあ、最後のワンプレーぐらいで、はい、サイドにボールを出して、いやー、苦しい、おい、ドアンからルカク、ダメだ、ちょっと、あー、強いですね。はい、ルカクから流して、これはシュートで、はい、1点入りましたね。今、うまい具合にね、センターバックとサイドバックの間で、ボール受けてね。はい、というわけで 3-0 ですね。ちょっとね、ウルグアイの弱点をね、突ききれなかった、試合になっちゃいましたね。はい、もう何回も見てますけどね、フォーメーションが 4-4-2 で、中盤ダイアゴナルなミッドフィルダーで、サイドにスペースがあると。ここでね、サイドのスペースうまくつきたいんですけど、今回ね、グロス・クロイツともう一人ですね。どちらもね、本職ウィングじゃないんで、攻撃的な要素がね、ちょっと足りないですね。で、ウルグアイに対してね、サイドをうまく使えないと苦戦するというね、結果を反映するような内容になってしまいましたね。はい。まあね、選手いなかったんでしょうがないですけど、まあ、堂安律をね、サイドに履けるとかね、そういう、工夫はあったかもしれませんね。今回ちょっとうまくいかなかったですね。ウルグアイ代表のね、攻略法としては、まあね、ダメなパターンを確認するっていうね、そういう試合内容になっちゃいましたね。はい。こっちフォーメーションで、ね、ルカクがセンターフォワードに入って、キンテロがシャドーストライカー、左クロスクロイツ、右をね、もう一人、サイドミッドフィルダー置いて、堂安律、オスカルがインサイドハーフで、真ん中に韓国の選手とギュンドアンを、センターミッドフィルダーと。で、ジョン・ヘンダーソンと、もう一人にイングランドのディフェンダーを、最終ラインに置くということですね。で、まあね、カバーニ・スアレスにはやられなかったですね。ただ中盤でね、ボールを取りきれなかったのは、やっぱりね、フォーメーションで、センターミッドフィルダーとディフェンシブミッドフィルダー合わせて4人、2枚2枚でね、ちょっとこれがね、少ないんで、ウルグアイのね、構成を止めきれないっていうね、そういう内容になっちゃいましたね。はい、まあただね、最終ラインの裏はね、なかなか、暴かせなかったですけど、その手前でね、ボール戻されて回される展開をだいぶね、繰り広げられたんで、内容としてはね、まあそこまで、成功した形ではなかったと。やっぱりね、工夫としてもう一枚ね、せめて4人じゃなくて、守備的なミッドフィルダーもう一枚足すっていうね、
それが一つの解決策だったと思いますね。今回ちょっとね、フォーメーションが硬直していたというかね、もうちょっと後半に入る前に、いじってね、適切な形にしたかったですね。はい。まあ、せめてはね、やっぱりルカクが非常に質の高いプレーするっていうことでね、ゴディに対して、決してね、負けないキンテラもそうですね。はい。というわけで、すみません、ちょっとね、咳が。まあ、今回はこれぐらいにしてね。はい。サイドですね、やっぱり、あそこがね、メンバー足りなかったと。で、まあ、ルカクとね、キンテラを並列に並べる形もあったかもしれませんが、まあ、そっちの方が良かったかな。ゴディンとね、ヒメネスで、2センターバックですけど、能力的にね、ヒメネスの方が、ちょっとね、劣ってるんで、そこをね、うまくつくような、ルカクとキンテラのマッチアップする形にした方が、よりね、効果的だったかも。はい。すいませんね。というわけで、今回はウルグアイ代表相手に3対0でした。また次回ね、やっていこうと思います。今回はこれで、失礼します。